よし、じゃあちょっと宿屋泊まって、宿屋に泊まって自分の場所行きましょう。あ、牛元に戻ってるね。 うん、やっぱり青い牛はまずかったですよね。この世界はね、動物も喋るからね。止めてくれ。いつだすまなかったね。これから無料でしか。あ、ラッキー、やった。シーツはブルーじゃないよ。ははははは。なんかこう、フランクな親父だな、こいつ。よし、行こう。行きましょう。今度は多分、先ほどよりも、ちょっと止まったね。止まったけども、すぐ復帰。先ほどよりも楽に戦えるとは思うんですが、レベルも上がったし、仲間もいるしね。仲間の存在はね、大きいよ。オッケーオッケー。もう祈る連打ですよ、これ。ああ、外した。オッケー、ナイス。魔法を撃ってくるボスにはサイコシールドでいいよね。で、物理攻撃がうざい敵には普通のシールドを貼るか。それでいいよね。最高。ルート的にはどうでしたっけ？ルート的にはこれで合ってんのか？おー、ぬいぐるみが ぬいぐるみが くそー。ビリビリに引き裂かれちまった。OK。さあさあさあ。OK。本当なんだろう。敵のね、回避率も高い。攻撃が当たらないっていうのがだいぶ続いたけど、これまたね、仲間がいることによってさ、その辺が多少でもこう解消されてるって感じ。よし。OK。よし、じゃあ今日はというか、今回はじゃあ自分の場所に行ってボス倒して終わろうか。その辺が区切りいいんじゃないかなと思います。ああ、クマいるな。クマさんもいますね。うーん、クマ先に行くか。ちょっと祈る連打で。ああ、回復だけじゃねえんだ。ちょっと寝ちゃったね。寝ることもあんの？ああ、状態上。ちょっと待って待って。これ、ちょっと使えねえな、これ。回復だけじゃねえんだ。そうか。あ、やべ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 。回復だけじゃねえのか。なんだよ。そうか。まあいいや。よし。ちょっとなかなか倒せねえな。オッケーオッケー。なんか、状態異常をばらまくんでしょうけど、なんか、うわー！これだよ。状態異常をばらまくんでしょうけど、どうしようかな。穴抜けネズミ使うか。めんどくせえけど。よいしょ。はい、わ、完全に死んじゃってるね。完全に死んじゃってるわ、これ。お医者さんどこ行こう。じゃあ防御だな。祈るがあんまりちょっと、何起こるかわかんないパルプンデ的な感じだと困るんで、見てもらう。パッツン。え？
ところで、赤い帽子の君のその真剣な話、どうやらホームシックにかかってしまったようだね。恥ずかしいことじゃない。誰だって長旅に出れば家が恋しくなるもんだ。こういう場合はママの声を聞くのが一番。ええー、何え、ちょっと死んじゃってるんですけど。あ、オッケー。先ほど運び込まれました。意識は戻らないんですが、治療費を110ドル、はい。110ドルで、意識が戻る、この世界ですよね。大丈夫か、これ。ホームシックにかかったって？そんなバカな。この俺が。ママが恋しいだと？まあいいや、電話しようか。電話しよう。電話して差し上げよう。あれ？ちょっと待って。こうかな。はい。ママ。これで、なんかホームシックなったらさ、なんかあんのかな？なんかステータス下がるとか。どうなんすかね。ホームシックを克服した。ああよくわかんねえな、この辺はな。でもまあ、リアルはリアルだよね。なかなかに少年がさ、こう、旅立つっていうね、旅に出るっていうことだからね。なかなか本当にこの作品はね、リアリティのある作品。伝説の勇者が魔王を倒しに行くとか、まあそういう感じでもないもんね。まあそういうテイストにはなってるけども、そういう感じでもない。武器も剣とかじゃないもんね。バットだぜ、バット。まあバットも十分狂気だけどさ。十分、うわぁ、またこのパターンだよ、これ。わぁ、魔法使うか、じゃあ。魔法使うか。こっちからだな。フリーズで4か、サンダー3。4ってことは10発しか撃てない。OK。動けるようになった。でもやっぱフリーズめちゃくちゃ効くんですけど。OK。爪で引っかいた。これね、空振るからすげえ戦いにくいんだけど。よし、レベルアップ。いいですね。フリーズベータ早い。早いよ。メラからメラミになった的な。早いね。あ、マジックバタフライいるわ、そこに。オッケーオッケー。魔法使おう。じゃあ。なんだったら背負い投げ行ってもいいんじゃないか。フリーズベータ。わ、9! これちょっと使えなくね。いや、でも行くか。これどんぐらい食らうんだろう。225、強い。すごい、強い。強いね。OK。でももう、こう、サクサクレベル上がるし、サクサクこう魔法覚えてってくれるから、すげえ気持ちは楽。よし。でもって、クマさん。鋭い爪、やばい。食らった。くそ、ライフアップだ。ライフアップのファイヤーサンダー。さあ、サンダー撃ってみる？あー、なんかいまいちだな。フリーズがなんか一番強い気がするね。どうなんだろう。攻撃。約80ポイント。弱いもんな。フリーズ180ポイントでしょ。120ポイント。ファイヤー弱いんだね。そうか。うわー、クマいるな。クマさんいるね。確実にクマを叩く。よし。OK。いやー、魔法って便利。仲間がいるってのはいいね。ねえ、これね。よし。さあ、進もう。先へ進もう。もうそんな遠くないところまで来てるとは思うんですけど、どうかな？もう一発撃つか。はい、間違えた、間違えた。間違えちゃったけど、まあいいか。くそ、この爪攻撃もなかなか食らうんですよね。
よし。おー、レベルアップ。いいね。もう22、背負い投げベータ。ちょっと待って、着々とも次の段階の特技覚えてきてますよ。クロワッサン。クロワッサン食べよう、これ。55回復か。どうせだったら全開まで持ってきてえな。これでどうだ？ 1 足りない。まあいいか。行こう。よし。今度こそ勝ちたいぞ。巨大モグラね。まずはシールド貼ります。あれ？ 1 人か。パッツンじゃ。いけ、ガード。突進、バカな。マジかよ。ああ、もう、いきなりやられたわ、もう。くそー、しかもこいつ回復すんのかよ。うわあ、マジかー、これ。サイコシールド貼ったな。サイコシールド貼ったな。うわあ。待て、落ち着け、落ち着け。よし。戦闘負のを復帰させる的な、あれだよね、魔法欲しいけどね。うわー、ちょっと待って、こいつ、満タンになるんですけど。これ、パッツンのやっぱ魔法必要だね。これでどうだ？うわー、最、これ、いやー、もう一発いけ。これで倒しきれねえかな。ああ、ダメか。一発で消えるわけじゃないのか。そっか。いったスマッシュでもダメか。ちょっと待って、倒しきれ！倒しきれ！くそ！ああ。金が。うわあ、これ金半分持ってかれた。あー、くそー、くそ、悔しいな、これ。いやー、あれだよね、パッツンがもういきなり落とされたっていうさ、あれはまずいな。あれ、ガードしてたっけ？パッツンガードしてたっけか。あれ、ガードしたよな。ガードして、さらにそれでシールド貼ったんだよな。だけどシールド間に合わずっていう感じだよね。あー。くそ。いやー、これ、なかなか、あれだな。簡単には勝たせてくれんな。ちょっともう一回行こう。ちょっともう一回行かせてくれ。もう一回。今度は金預けていこうか。今度は金を預けていく。今度こそ勝ちてえな。パッツもっとレベル上げなきゃダメなんすかね。いや、でもさ、なんだ、相手のさ、相手も回復してくんのよ。ライフアップ使ってくるから、やっぱりパッツンの火力がどうしても必要なんですよね。クロワッサン買うか。ちょっとカエルだけ買っとく？回復アイテム持ってって、で、主人公も、いや、でも必殺かき消されちゃうから、意味ないか。意味ないっちゃ意味ないな。預ける。あ、違う。あ、ちょっと待って。引き出すじゃない、引き出すじゃない。預ける。もう全額でもいい。400。お、なに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 。あ、パパだ。だいぶ長い時間冒険を続けているようだね。あ、もし、ちょっと、じゃあ、セーブするか。まあいいか。ライフアップ、をもう無視して必殺打ちまくって、
で、クロワッサンで回復とか考えたけど、必殺打ったってどうせダメージ入らねえんだから、まあ、意味ないわな、クロワッサン買い込んで。まあまあ、あるだけ、まあ、備えあればなんとかって言うけど、そういう問題じゃないんすよね。あれかな？シールド貼るよりやったらライフアップで、いや、ダメだな。ダメだ、ダメだ。うん、やっぱりシールド貼っとかないと、ダメかも。うん、そういう感じだよね。こっちだな。シールドさえ貼れれば、まあ、パッツンがなんとか生き延びさえすれば、なんとか倒せるとは思う。主人公のこの通常攻撃と、パッツンの魔法で、大丈夫、落としきれるとは思うんですけど、通常のなんだっけ、ボスいるじゃないですか、教祖様もそうだったし、オネットのさ、フランクリン様もそうだったしさ、そのボスってそんな強くないけど、その後にこう行く、この自分の場所の番人がすごく強いよね。うん。まあやっぱりその、自分の場所を守る番人が真のボス、そのエリアの真のボスっていう感じだよね。このパターンからいくと。だからその街一つずつこう移動してって、その街で何か起こった問題を解決して、そしてその自分の場所に行くっていう、このパターンでずっと行くのかな。どうだったかな。プレイ経験あるんだけどね、だいぶもう忘れてしまってる。全く記憶ないですね。全く記憶がない。ああ、ちょ、これ3体めんどくせえな。攻撃当たらないからね。結構かわされちゃうから。よし、オッケー。穴抜けネズミもさ、ちょっとまたもらいに行かないと、ちょっとな。一応1個持っといた方がいいっすよね。わあ、道塞いじゃってるわ。穴抜けネズミ取りに行くか。ぼーっとしている。 OK。 さあ、こうちょっと強行突破で抜けてえな。この無敵時間を利用して。 OK、 抜けたけど、その先にもいるね。その先にもいるね。爪で引っかいた。オッケー。ああ、倒しきれねえか。くそ。当たらねえぜ。オッケーオッケー。よし、いった。この無敵時間を利用して突破する。よし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 。来たぞ。ここまで来たぞ。クロワッサン食え。クロワッサン。52回復。ちょっと足りねえかなーって感じするけど、まあいいか。ちょっと待って。パッツンの HP は42。ライフアップでいいか。さあ、一発シールド入るかどうか、それが勝負を分ける。シールド貼ります。で、ガード。よし、貼った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 。これでいいんじゃねえか。そして主人公にもシールド貼る。で、フリーズベータもここ全火力ですよ。よし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 。いいぞいいぞ。今回は運が、15？ バカな。15だと催眠術とか効くかな、こいつ。ファイヤーは効果がない。効果がないか。31。全然ダメージ入らん。パラライシス。もうやれること全部やっていくけど、サイコシールドはダメだ。サンダー。サイコシールド打っちゃうと、ああ、オッケーオッケー、サンダー効くな。しびれてしまった。オッケーオッケー、オッケーオッケー。これでもう楽勝なんじゃない？
当たらない。当たらないってこともあるんだ。魔法がかわされるのか。当たらない。え、そうなの？当たらない。マジか。じゃあ殴った方が良くない？あ、しびれの時間終わったんだ。じゃあもう一回行こう、もう一回。ちょっとこれ味を占めたぜ、これで。ちょ、当たんね、サンダー。当たらん。うわー、回復やめてー。効果がないか。マジか。ちょっと待って。ああ、まあ、ファイヤーはそこそこ効くけど、サイコシールド、サイコシールドだから魔法効かないんじゃないかな、多分。多分そうっすよね。ちょっと待って、追い込まれたぞ、これ。多分効かねえよな。ああ、かき消された。かき消されたけども、ちょっと待ってね。ちょっと処理が止まった。これで、ああ、ダメか。やっぱ、あれか。永久期間か、これ。サイコシールドは。あ、でもまた痺れてるな。あ、オッケーオッケー、いけたいけた。よかったよかった。やっぱ麻痺がちょっと生きたね。たまたまだけど。たまたま打ってみたけども。オッケー。サイマグネット。サイマグネットアルファ。とは何？説明書き、説明書き。またホームシックになってる。なんてこったい。またホームシックになってるよ。サイマグネット。あー、ははははは、なるほど。MP 吸収ね。おー、来た来た来た。なにこれ。前はあのでっかい足跡だったけど。なんだろう。はい、いいね。これがね、全部つながって一つの曲になるわけなんだけど、一応は赤い帽子をかぶった赤ちゃんの幻を見た。はい、一応の持ってる音の石がリリパッドステップの音を記憶した。リリパッドステップ、はい、いいね、いいね。これはあの過去のね記憶なんだろうね。あ、オッケーオッケー。敵逃げてる逃げてるね。過去の記憶、自分の過去の記憶なんだろうけどね。背負い投げいくか。あ、回復してくれてるわ。ありがてえ。よし。OK。いや、こういう時は穴抜けネズミ欲しいよね。穴抜けネズミがあってくれたらって感じだけど、まあいいか。敵も逃げてくれてるしね。OK、OK。とりあえずは。今日の配信も前進できたということでね。OK でしょう。よかったよかった。やっぱ何よりも仲間が増えたってのは、すごくいいね。すごく大きいね、これね。さあさあさあ。なるべくだったら僕これ、マザー2をですね、なるべく、なんていうのかな、ハイペースでやっていきたいんですよね。はい。っていうのはね、ちょっとまた、あれなんですよ、5月にね、資格のね、試験がね、あるんで、まあ、勉強とかもしなきゃいけないんでね、ちょっとこれ早めにこうクリアしてしまって、ちょっと勉強モードに切り替えたいなと思ってるんでね、結構なハイペースでやっていきたい。週に、まあ、できれば目標だけど、週に2、3回とか、うん、毎日は無理かな。編集作業あるんで。毎日は無理だけど、うん、まあ、やっていきたいかな。週に2、3回。OK。いいね。宝箱は何ですかと。命のうどん。命のうどん。二日酔いの時に食べるうどんみたいな。ね、そういう感じだね。OK。命のうどんだからさ、これあれかな、戦闘譜の復活かな。うどん食って復活って、これまたどうなんでしょうね。これ説明書き、グッ
つんは説明してくれるよね。説明。あ、オッケーオッケー。気絶した仲間をカムバック。その他、毒、気持ち悪い、風邪、日射病、居眠り、涙が止まらない、変も治ります。ダイヤモンドになってしまったり、痺れた時もこれ。まあ、要は、状態上、全部使えるってやつだよね。多分。そっかそっか。命のうどん取らないで来ちゃったんだ。これさ、橋治ってないよね、多分ね。治ってたらすげえ楽なんだけど、帰りが。治ってるかな？治ってる。はい、ありがとうございます。あざす。道路維持課の方々かな？はい。いいっすね。あ、じゃあじゃあ、これか。これだ。これが治ってたんだ。これか、これか。これが壊れてたんだね。ブルーブルーとはもう言わない。罪滅ぼしに壊れた橋を直したんだ。みんなの役に立ちたくてね。オッケー。あー、やべ。背後取られた。背後を取られたけども、まあ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 。大丈夫だ。オッケー。くそ、当たんねえな。まあ当たんねえんだよ、ほんとに。オッケー。よっしゃー。これでさ、ツーソン戻って、どうなんだ？あの、トンズラブラザーズがまだね、ちょっとね、もう人絡みありそうな気がするから、それのイベントがまだ待ってんのかな？それからなんか次の町行くっていう、そういう流れだと思うんですけどね。まあいいや、とりあえず今回ここまでにしましょう。まだちょっとやり残したこと、この町でね、まだやり残したこと、もう一つイベントありそうな気もしますけど、まあ、キリいいとこなんでね、ここで終わりましょう。OK、ナイスー。さあ、次。よっと。それは パッツン次のレベルまで行くつなった2200。ああ、こっから遠い感じかな。多分。まあでもまた次の町行くと、おそらくあれだよね。また敵が強くなってインフレすると思うんで、うん。そこでまたレベルがサクサク上がるかなっていう気はする。ああ、やばい！キノコ状態だけど、主人公がならなかったら大丈夫なんじゃないの？あ、大丈夫かな？どうかな？これ、初めのうちはね、行動がすごくこう、まあ楽なんですけど、あとあと、また時間経つとね、十字キーが効かなくなっちゃうんで、さっさと病院行かない。わー、一番遠いな、病院。大丈夫かな？主人公がキノコ状態になってないから、大丈夫であってほしいけど、どうかな。しかもこのキノコってさ、これ結構高値で売れるんすよ、これ。いくらだったっけ ?50 ドルぐらいで売れたんじゃなかったかな。これか。オッケーオッケー。着いた。ヒーラーさん。この人だ。この、ちょっとハゲてる人。はい。はい、売ります。50ドル、そう。結構高く売れるんだよね。ホームシック、あ、ホームシックじゃなくなった。ちょっと意味わからんな。よし。はい、じゃあ、とは宿屋泊まって終わろう。次回は、どうなんだろうね。なんだっけ、トンズラブラザーズがなんか絡んできて、そっから次の町に行けるようになるとか、そんな感じかな、多分。早く次の町行きたいね。次の町行ってさ、いい装備？次の装備買いたいよね。お金足りるかな？仲間が増えるっちゅうことは、それだけ、あれだよね。装備に金がかかるっていう、引き出す。そういうことでもあるからね。よし。おろしといての100ドル高えな。これ2人分取られてんな。50ドルだったから。そっか、まあリアルだよね。確かにそうだよね。リアルが、リアリティが。
よし。じゃあ、親父に電話して終わりたいと思います。おお、結構振り込んでくれたね。記録する。よーし。というわけで、今回はここまでにしておきたいと思います。はい。見逃したね、部分とかもしあるっていう方は、アーカイブ30分区切りぐらいでね、アーカイブアップしておりますので、もしよかったらね、そちらの方も見に来ていただければなと思っております。はい。そんな感じで、じゃあまた次の配信をお楽しみにということで、今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。